ございます。マサオです。とある休日、俺はピクニックに行こうと心に決めていました。前の日の夜からお弁当の中身を考えてワクワクして眠りにつきました。しかし、なんと残念なことに雨でした。全く天気予報をチェックしない男です。でもせっかくだからお弁当は作りたい。どこで食べるかは作ってから考えればいいさ。まずはお弁当に必須のお米から研いでいきましょう。本日は炊き込みご飯を作りたいと思います。たっぷりの舞茸です。ぶなしめじも入れましょう。きのこたっぷりでヘルシー、うまみたっぷりの炊き込みご飯です。鶏肉とか入れようかなと思ったけど、シンプルにきのこのうまみを堪能したいと思います。白米も大好きなんですけど、お弁当に炊き込みご飯が入っていたらテンション上がりましたね。俺は小さな島で育ち、給食というものがなかったので毎日のお弁当が楽しみでした。給食に憧れもありましたね。鮭でございます。お醤油です。かつおだし、日本の水道水ジャパン。たっぷりの具材を上から乗せていきます。セットオン。炊き込みご飯を炊いているといい匂いがしてきますよね。ご飯を炊いている間に他のおかずを作っちゃいましょう。お弁当の定番といえば卵焼きです。卵にはマヨネーズ、それから白だしです。日本の水道水も少し加えています。これがいつもの俺の卵焼きの味付けです。甘い卵焼きよりしょっぱい方が俺好み。焼いていきましょう。焼き海苔を乗せていきます。さらにスライスチーズ。この組み合わせの卵焼きは美味しいのでよく作ります。冷めても美味しいけど、あったかいうちのチーズがとろっとろになった感じがとても美味しいので、簡単な晩酌にもよく登場しています。分厚くて大きい卵焼き、小さいフライパンで作ったら分厚さ増し増し。次の料理に取り掛かりましょう。豚ロース肉は筋切りをしておきます。それから叩きまくる。軽く下味の塩コショウ、お砂糖です。焼肉のタレ、お醤油です。みりんです。ニンニクチューブ、豆板醤も少し入れてみます。少しピリ辛のこってりポークソテーのタレです。洗剤のスプーンを使って小麦粉をまぶしていく。お弁当にポークソテーだなんて、なんて豪華なんでしょう。焼いていきますよ。こんがり焼けたら裏返して蓋をしてしっかり中まで火を通します。いい色に焼き上がりました。匂いを嗅いでいるだけでたまりませんね。タレがしっかり絡むように余分な油は取っておきます。じゅわー、ちょっとタレが多すぎたかな。3人分ぐらいはありそうです。でもご飯が進むこってり味、焼肉のタレもいい味出してましたね。お弁当にもやっぱり入れたいベジタブル、インゲンです。インゲンと人参はお弁当ならいつもごま和えにしがちだけど、ちょっと違う料理にしてみよう。人参とインゲンをオリーブオイルで炒めていきます。この組み合わせならきんぴらも美味しいよね。塩コショウ、パパパパパ、さらに粉チーズ。いつもと違う洋風きんぴらです。チーズのコクが絡んで美味しい。やっぱりこちらもお弁当には入れたくなるよ。ウインナーです。お弁当のウインナーといえばやっぱりタコさんですよね。昔たくさんのタコさんウインナーを作って
思う存分食べたことがあったな。茹でていきます。足が開いてきましたね。とっても可愛いです。ちゃんとタコさんになりました。お次はこちらもお弁当に必須の揚げ物たちを作っていきます。まずは大好きなごぼうの唐揚げ、おつまみにも最高ですよね。大きめにカットして食感も楽しみたい。生姜チューブ、お醤油です。鮭でございます。しっかり水気を切ってごぼうをつけていきます。もみもみして味を染み込ませます。片栗粉をまぶしていきます。アイラップに入れてフリフリすると楽ですね。お次は塩サバの登場です。今日のお弁当にはたくさんのワクワクを詰め込みたい。カリーパウダーです。片栗粉、こちらも袋でフリフリ。スパイシーな塩サバの竜田揚げです。最後はやっぱり食べたくなるよね、唐揚げを作ります。なんだかんだ言ってもお弁当に入ってたら嬉しいおかずですよね。最近は鶏胸で作るさっぱり唐揚げが俺好み。お酒を揉み込んでおきます。衣を作ります。こちら前にドライブした帰りに寄ったところで買った梅塩唐揚げみたいなのが美味しかったので、それをイメージして作ってみます。味付けはゆかりのみで作ってみます。三つ手鶏のいろいろなお惣菜や冷凍食品などが売ってました。さあ一気にまとめて揚げていきましょう。この揚げる瞬間がとても好きです。揚げ物は面倒だという方もいらっしゃるかと思いますが、この先には揚げたての美味しい唐揚げが待っていると思うと、とても楽しい気持ちになってきます。いい色に揚がりましたね。とても美味しそう。やっぱり揚げ物の音はいいな。俺にとっては癒しの BGM です。我慢できずにつまみ食い。うん、美味しい。メガネをずらして何やらチェック。外が雨じゃなかったらな。楽しいピクニックになったのに。ごぼうの唐揚げも揚げていきます。揚げ物がたっぷり詰まったお弁当、もはや幸せが詰まっていると言っても過言ではないですね。サバのスパイシー竜田揚げも美味しそうに揚がりました。早く食べたいです。見てください、この揚げ物たち、たまりませんね。炊き込みご飯もできました。キノコのいい香りです。炊き込みご飯もおにぎりにしていきましょう。おにぎりだとピクニック気分が上がりますよね。お弁当を詰める瞬間、幸せをちょっとずつ詰め込んで、美味しそうなお弁当が出来上がります。キノコと油揚げの炊き込みご飯でおにぎり、しめじ4分の1パック20円、舞茸4分の1パック20円、油揚げ2分の1枚5円、合計45円。ワクワクが詰まった夢のお弁当、開けた瞬間からハッピー。タコさんウインナー26円、海苔とチーズの卵焼き56円、インゲンと人参の粉チーズ炒め15円、ごぼうの唐揚げ20円、鶏胸肉の梅塩唐揚げ86円、スパイシー塩サバの竜田揚げ75円、豚ロースのピリ辛スタミナソテー99円、合計377円。おうちピクニック弁当合計442円です。では雨なのでおうちでピクニック楽しみましょう。これではただの昼飲みではないか。何かが足らない。ピクニックスタイルといえばこれですよね。水筒も準備したけど、家でピクニックなら酒が飲めるじゃないですか。まだお昼だけど飲んじゃいましょう。天気悪くて悲しかったけど、お家でピクニックも悪くないですね。お酒を飲みながら弁当を食べる。
とても楽しいイベントです。では本日もお疲れ様でした。乾杯。帽子にサングラスでお酒を飲むのは初めての試みではないでしょうか。家だとマヨネーズもかけ放題なのがいいですね。まずは唐揚げから。梅塩味とマヨネーズも合いますね。ゆかりのしょっぱさで酒が進む。昼から飲む酒は美味しい。お次は卵焼き。こちらも美味しいです。スライスチーズが入っているから酒にも合うんだよね。おにぎりは手づかみでいっちゃいましょう。シンプルな味付けだからおかずにも合いそう。きのこたっぷりで美味しいです。ごぼうの唐揚げ、久しぶり食べたけどやっぱりいいね。酒がグビグビ進んじゃう。こちら豚ロースです。ご飯も進むこってりな味付けからのおにぎりをパクリ。サバの竜田揚げはやっぱり美味しいです。からのやっぱりおにぎりをパクリ。酒にも合うしご飯にも合うおかずばかり。久しぶりに炊き込みご飯作ったけど止まらない美味しさですね。手が止まりません。雨の日でもお家で楽しむ。お家で食べるお弁当を作ってみるのもいいもんですね。お皿に乗っていても美味しそうだけど、こうやってお弁当箱に詰まっているとちょっと特別な感じがします。ついにタコさんウインナー。いつもの焼いたウインナーよりテンション上がります。お弁当箱に入ったタコさんウインナーで酒を飲む。大人の楽しみ方ですね。おうちピクニックのいいところはリップルちゃんとも楽しめるところ。おにぎりもいつもより美味しく感じます。途中で味変をしたくなったのでしょうか。酔っ払って塩気が物足りなくなってきたのでしょうか。おかずをマヨネーズまみれにしております。さあ本日は休日の雨の日を全力で楽しみました。普通の晩酌もいいけど、お弁当で酒を飲むってのもいつもと違ってとても楽しいです。俺はご飯を食べるときはテレビをつけないのですが、綺麗な景色なんか映しながらお弁当を食べたら、もっとお家でピクニック気分が楽しめるんじゃないでしょうか。また天気のいい日には近くの公園に遊びに行きたいですね。お弁当箱が空になっていく。お腹は満たされますがなんだか寂しい。このお弁当箱が完全に空になってしまったら、俺の昼飲みピクニックも終わるんだなと思うと、大事に大事におかずたちを楽しもうと思います。夜は夜で楽しい晩酌タイムが待ってますからね。とても楽しい休日を過ごせました。では晩酌タイムの前に体重測定を挟んでいきましょう。今のところ 113.4 キロから 106.2 キロのダイエットに成功しました。翌日の体重は 107.2 キロ、1キロも増えてしまいました。その翌日 106.6 キロ、
その翌日 106.3キロ、リバウンドだけはなんとか避けたいぞ。その翌日 105.5キロ、なんとか前回の体重より少しではありますが減らすことができました。ダイエット中の晩御飯になります。たっぷり野菜炒めポン酢味、豚こま肉 100g69 円、玉ねぎ1玉60円、キャベツ1/8 10円、えのき1束33円、合計172円。ポン酢さっぱりした野菜炒めです。お弁当で昼飲みしておにぎりまで食べちゃったから頑張らなきゃね。自家製サラダチキンと糸こんにゃく簡単塩炒め。自家製サラダチキン 100g43円、人参1/2本10円、糸こんにゃく1袋40円、長ネギ1/2本17円、合計110円。ダイエット中はサラダチキンと糸こんにゃくが大活躍です。100キロ切るまで頑張らなきゃ。さあ夜になりました。夜ももちろん晩酌しますよ。あんなに食べたのにもうお腹が空いておる。脇の破れを見せつけながら手をきれいにします。まずはサラダから作りましょう。こちらゆで卵です。白身と黄身を分けていきます。昔作った母ちゃんの思い出料理、黄色いマカロニサラダのおつまみバージョンです。白身は大きめのみじん切りにします。こうやって分けるのは面倒だけど、黄身はねっとり、白身はプリプリで美味しいです。白身と黄身を合わせておきます。マカロニの代わりに使うのがウインナです。こってりした卵サラダにウインナが合うんですよね。ベーコンで作っても美味しそう。ウインナはこんがり炒めていきます。焼いただけでも美味しいウインナ、これだけでも美味しいおつまみなのですが、卵にインマスタードマヨネーズ、塩コショウも入れて混ぜ混ぜしておきます。マスタードが効いた大人のマカロニサラダとくればブラックペッパーは必須ですよね。たっぷりゴリゴリしておきましょう。夜は簡単にパスタにします。お昼にいろいろ作ったので晩酌は品数は少なめです。たっぷりのごぼうを使ってちょっと和風のパスタにしよう。オリーブオイル、ニンニクチューブ、生姜チューブ、豚こま肉を炒めていきます。お昼に炊き込みご飯に使った舞茸としめじが余っていたのでパスタにも使っていきたいと思います。ごぼうも投入していきます。お醤油です。みりんです。パスタたっぷり 150g、 ゆで汁も少々入れます。しっかり絡めれば完成です。おつまみにもなる和風パスタ、ごぼうの香りとキノコの旨味が麺に絡んでとても美味しいです。さあ晩酌タイムを始めましょう。昼間はいろいろ作りすぎたので簡単にパスタですが、こういうのもいいですね。ごぼうとキノコが香る和風醤油パスタ、パスタ 150g 30円、豚こま肉 100g 69円、ごぼう1/2本25円、舞茸1/2パック40円、しめじ1/2パック40円、合計204円。幸せの黄色い卵サラダ、おつまみにもなるサラダです。ゆで卵2個30円、ウインナー3本39円、合計69円。晩酌合計273円です。お乳の焼酎の登場です。夜は夜で飲んでいきますよ。ふう。おいしい。うん、ごぼうとキノコがパスタに絡んで最高。
焼酎にも合うね。フォークが止まらないよ。ウィンナー入りの卵サラダはどうだろう。うん、こちらも安定の美味しさです。昔からよく卵サラダをあてに飲んでましたね。昔は1パック100円以下で卵が買えたのでよく作っていました。給料日には贅沢に1パック使って卵サラダを作ったりしてましたね。しかし今日は雨だったけど、一日中家の中で楽しむことができました。家の中でも工夫次第で素敵な休日になるんですね。ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？俺はまったり飲んで過ごすことが多かったです。ではこの辺で NG 集行ってみましょう。興味がある方のみご覧ください。白米も大好きなんですけど、ご飯を炊いている間に他のご飯を炊いている間に他のおがご飯を炊いている間に他のおかずを作っちゃいましょう。昔たくさんのタコさんウインナーを作って思う存分食べたことがあったな。足が開いてきましたね。最近は鶏胸で作るさっぱり唐揚げが俺好み。外が雨じゃなかったらな。こうやって分けるのは面倒だけど、ゆで汁も少々入れます。おつまみにもなる和風パスタ。お昼に炊き込みご飯に使った舞茸としめじが、お昼に炊き込みご飯に使った舞茸、お昼に炊き込みご飯に使った舞茸としめじが余っていたので、九州の魅力を伝えたい、マサオのドライブコーナー。こちら長崎県の稲瀬山からの風景です。夜に来ても夜景がとても綺麗みたいです。今度軍艦島にも行ってみたいな。たくさんの島が見えます。ずっと見てられますね。人もあまりいなく、しばらくぼーっとしていました。伊予島へも行ってみました。記念に名前も書きました。綺麗な砂浜です。波の音を聞いていると癒されます。やっぱり島育ちだからかとても落ち着きますね。いつか俺の生まれ故郷の島を皆様に紹介できたらな。ダイエットを始めて休館日も作るようになったので、朝早く起きてドライブなんかも楽しめるようになりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。